パリオリンピック、五輪、陸上、10日、男子マラソン、パリ市長者アンバリッド、42、195キロ、24年パリオリンピック、五輪、の男子マラソンが10日午前8時、日本時間午後3時、にスタートした。小山直城、28イコールホンダ、赤崎暁、26イコール九電工、大阪償、33イコール内イ の日本勢は92年バルセロナ五輪で銀メダルを獲得した森下孝一以来32年ぶりのメダルを目指す。マラソンの日本の給水地点にはすでに競技を終えた日本人選手が務める。まさにチームジャパンが力を結集して第一番に臨んでいる。中継で10キロ地点に3000メートル障害8位入賞の三浦隆二22イコールスバル。 25キロ付近で日本女子中長距離のエース田中希実24イコールニューバランスが給水係を務めることが紹介されると SNS は歓喜田中は大阪の帽子の交換役を託されているという XQTwitter ではえのぞみちゃん給水係やってるの三浦くんの給水これは見逃したくないやつ給水豪華楽しみ 給水がハイライトになってしまう給水係もオールジャパンで戦っている感じが伝わってきます中には男子やり投げのディーン元気が壮大つながりの大迫への給水役を期待する声も二人が壮大3年の13年1月2日の箱根駅伝でディーン元気が3区の大阪に力水をつけたことは陸上ファンには記憶に残っている出来事で ちょっとワクワクのポストもあった。